構造を呼び、側面図三式対戦車手榴弾とは、太平洋戦争中に、日本軍が開発した対戦車用手榴弾である。三式で投げ爆雷とも呼ばれる。戦争末期のフィリピン戦や沖縄戦などで、実戦投入された。昭和18年に正式化されたもので、貴重な金属資源を極力使用しない。 小資源型の不評用対戦車兵器として開発され、本土決戦に備えて相当数が製造されたで、成形作薬の原理を応用した円錐状の空間が仕切られており、反対の先端部には激震を内蔵した着発進感があり使用時以外は、激震は安全ピンで固定されている。使用時は、外袋の房のついた先端部を開き、 着発進艦の安全ピンを抜いた後に先端部を戻し朝束を握って投擲する。この朝束は一種のドラッグシュートとして投擲後の手榴弾の空中姿勢を安定させ手榴弾は底部から目標に命中、その瞬間衝撃で着発進艦が作動することにより、成形作薬の効果は最大化され、目標の走行車両の走行板を先行、内部を破壊する。 戦争末期に構想された臨時の対戦車兵器ではあるが、このドラッグシュートと着発新艦の組み合わせは、同時代の RPG-43 手榴弾、RPG-6 手榴弾や RKG-3 手榴弾などの広代の対戦車手榴弾にも同じ構造を持ったものがある。97式手榴弾等の一般的な手榴弾に、 比べて倍以上の重量があるため投的距離をさほど大きく取れたとは考えがたいが、本体は麻袋に覆われかつ木製であり、破片効果を発生させる部材も存在していないため、使用者自身が爆発で受ける被害は受任されていたと思われる。US オフィスオブチーフオブオーダナンスでは露覚した本弾薬の調査を行っている。三式対戦車手榴弾に使用された作薬は、 TNT およびペトンを50対50で混合し、キャスト状の成形作薬としたものである。この作薬の内側に薄いアルミニウム製のコーンが装着された。さらに底部には爆発の際、装甲との一定の感激を設けるための木製のスペーサーが付けられた。円錐形状の頂部には新管そしてビブの房が付けられている。成形作薬は、 塩水形状にまとめられ、ワックスの塗布された薄紙で保護されている。また帳部には穴が設けられており、これは新刊の爆薬を収容するためのものである。キャスト上の輪がサイクロナイトの爆薬を包んでいる。新刊は常働け新刊で衝撃により発火し、二つの部分から構成され、これらは互いに繋がれている。新刊は手榴弾が 約秒速12メートル以上の速度で投げられない限り、また硬い表面に衝突しない際、機能しない。木製のテーブは適度なスタンドオフの距離を維持する。底面には、開口部が開かれているが、この直径は、内部の円錐状空間のそれよりやや小さい。手榴弾は、布で被覆され、色は白色、またはオリーブドラブである。またテーブで糸により閉じられている。 棒状のビブは、浅製で、手榴弾の長部で巻き締められており、飛行姿勢に安定を与える。この兵器は、約5センチメートルの装甲板を貫通し、およそ10メートルの距離から投擲すべきものである。この手榴弾の回収板が回収され、タイプ B と呼ばれた。この兵器は以前フィリピンで投入された、手榴弾と以下の点で異なっている。これはより小型で、 被覆の布はキャンバスの代わりに黄色の絹が用いられ、新刊は手榴弾の頂部で金属製の基部にねじ込まれていた。新刊の本体は金属製であり、先が一つ分かれた安全ピンが付けられている。また起爆薬の収められた管はより太くなっている。報告書によれば同形式でかつ大型のものが存在し、 これは94式爆薬が使われている。使用する火薬の種類や量により、甲、オツ、兵の3種類が存在する。甲、オツ、兵。 生産状況調査表綴りレフ c 百四十億千百三万四千六百 h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w i n e t シュ o r ットネットスラッシュ j a p a n i h スラッシュ g r e n a d e s スラッシュ t 三スラッシュ index ド h t m l t y p e 三 h e a t a n t i t a n k g r e n a d e ab CDE コニカルアンテタンクホローチャージハンドグレネードカタログオブエネミーオーダナンスオリジナリーパブリッシュドバイユーエスオフィスオブチーフオブオーダナンス1945 2014年11月18日閲覧ありがとうございます